膝元にてば元腰元にてば元胸元口元でも結局手に持ってるから全部お手元にてば元。どうも森誠司です。今回はですね、この笹の台北公園にやってきました。今ここで笹の台フラッグスのみんながソフトボールの練習をしてるみたいです。テレミン、ソフトボールは得意かい？そんなだね。でもね、テレミンのできない部分は僕がカバーしてあげるから安心して。じゃ早速レッツゴー、行ってきます。こんにちはちょっと今日一緒に練習参加させてもらってもいいですか？はい、ありがとう、よろしくお願いします。よっしゃ、じゃあテレミン、キャッチボールやろうか。え、ちなみにテレミン、ボール投げれるかな？ちょっとフォーム見せてもらっていい？投球フォーム、一回だけ。意外と投げれそうだね。結構ダイナミックなフォームで。あ、じゃあその感じでやってみようか。よし、OK、行こう。行きます。ナイス。最後のステップや。そう、はい、足腰でお願いします。いいよ、はい、テミ、ごめん、もう一回行こう。お願いします。よっしゃナイスナイスナイス、ナイスカバー、ナイスカバー。あ、ちょ、ライバチ当たってる、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 当たってるよ。あ、じゃあ、あ、じゃあ、おい、あ、ちょ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 、おい、よっしゃー、ごめん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 、よっしゃー、いけた、よっしゃ、結構できたよね、結構できたよね。はい、じゃあこれから笹の台フラッグス対 YCV の試合を開始します。お願いします、お願いします。絶対勝つぞ、絶対勝つ、絶対勝つぞ、負けないぞ、負けないぞ。うわー、はい、いけいけ、ナイス、テレビナイス、セーフ、やった。テレビが3塁行ったってことは、もう本当ちょっとのヒットを打てば点取れるよこれ。じゃあはい、うわあ、くっそー、うわあ、早っ、めちゃくちゃ早い、もう全部振っちゃいますわ。テレビごめん。それでは早速笹の台フラッグスの平見監督にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、平見です。お願いします。このチームの特徴みたいな、はい、乗ってちょっとお伺いしてもよろしいですか？そうですね、こちらのチームはこの笹の台地区の子ども会に、はい、ソフトボールチームが、はいはい、3チーム4チームあるんですけれども、はい、そこのチームで、もっとソフトボールやりたい、外に市の大会出たい、区の大会出たい、県の大会出たい、こういう子たちが集まってきて、はい、自然的にできたチームで、チームができて子どもが集まったので、子どもが集まってチームができたっていう、こういう地元ならでは のチームで盛り上がってやってるという形です。だからもう
こんなにいいチームはないんじゃないかと。ありがとうございます。なんかもうめちゃくちゃ本当みんな元気で、はい、なんかノリもいいし、いや本当にね、僕今日ずっと笑いっぱなしでした。ありがとう。ありがとうございました。いえ、ありがとうございます。ありがとうございます。このチームのいいところってどこかな？元気でチームワークが良くて明るいチームなので、うん、元気がすごいいいチームです。うわあ、そうだよね。めちゃめちゃ元気いいもんね、本当にみんなね、ノリもいいしね。バッティングかピッチングだったらどっちが得意？バッティングですね。うわあ、いいですね。結構打てる。はい。キャプテン。イエーイ！イエーイ！みんなこのチームの好きなところ何かな？元気なところです。そう、もう本当にみんな元気だよね。明るくて楽しいところです。みんなそうだね、やっぱね、明るくて楽しいよね。いいところあるかな？みんなが仲良くできて楽しくて明るいところです。もう最高のチームだ。イエーイナイスバッテリーでした。もうまんまと私三振させられてしまいましたけども、もうソフトボールのいいところって何？チームワーク、うん、チームワークがしっかりやるとなんか試合にたくさん勝てる。あ、もう勝った時の喜びね。嬉しいよね、チームでね、勝った時ね。じゃあこのチームのいいところって何かな？元気。とにかく明るい。とにかく明るい。いや、ありがとう。よし、じゃあ次はテレミン体操だ。おー、マッスル。今回は笹の台フラッグスのみんなと元気いっぱいソフトボールと体操をしてきました。みんな楽しかった？最高！
テレミン体操で元気だみん。テレミン体操で元気だみん。みんな、テレミンと僕、そして私と一緒にテレミン体操しませんか？参加してくれたみんなにはこのテレミンタオルあげちゃうよ。幼稚園や学校、サークルなど地域で活動している人なら子供から大人まで誰でも OK です。みんなで元気に体操しましょう。皆さんの参加を